Not. さあ最終滑走はショートプログラムトップの日本勝木優里。生徒に慰められているようじゃコーチとしてまだまだだな、イーチャ。曲はユーリオンアイス。泣いたらすっきりしたな。僕が急に泣き出した時のビクトルの顔面白かったな。なぜ笑ってる。試合後に泣いたりは今まであったけど、試合前は初めてだ。最初のジャンプ4回転トーループとダブルトーループのコンビネーション。4回転、2回転。思ったよりいけた。まずは最初の4回転成功です。勝木優里、このフリーでは4回転を2種類3本組み込んできています。今日は珍しくリラックスできているな。コーチとして未熟すぎるんだよビクトルは。僕がメンタル弱いのなんて今に始まったことじゃないんだからさ、このぐらい覚悟しててよね、ビクトルのバカ。4回転サルコー、止めた。パーフェクトだユーリ。今シーズンのテーマは愛。愛を知って強くなった僕をグランプリファイナルの金メダルで証明します。記者会見で力強く言い切った勝木優里。トリプルフープ美しいです。次は得意のトリプルアクセル。あっと手をついてしまった。スピードをコントロールできてなかったかな。練習で飛んでない割には良かった。次トリプルフリップ。あ、最後の4回転トーループじゃなくてフリップにしたらビクトルどんな顔するだろう。次はトリプルアクセル、シングルループ、トリプルサルコーのコンビネーション。ターンしたけど寝てない割に疲れてない。トリプルルッツ、トリプルトーループのコンビネーション。後半に入ってからも疲れを見せません。さあここからステップシークエンスです。もっと強くなりたい、もっと強くなれる。僕はビクトルの想像を超えられる。トーループの予定です。4回転フリップだ。転倒しましたが回転は足りているように見えました。4回転フリップはコーチであるビクトル・ニキポロフの代名詞。高難度なこの技を体力の落ちる一番最後に飛ぶことはビクトル・ニキポロフでもしませんでした。私たちの期待の遥か上を越えてくる男、勝木優里。今のフリップ？泣いてる、怒ってる、どっち？ビクトル、僕、良かったでしょ？ユーリ以上に驚かせる方法はこれしか思いつかない。そう、中国大会ピチット君が初優勝、クリスを抑えて僕は銀メダル。4回転フリップが認定されたことだし、次のロシア大会じゃユーリは優勝してグランプリファイナル進出は間違いないね。コーチとしてロシアに行くのが楽しみだよ。だってよ、モスクワでボルシチにしてやるよ。